第十七章、一節から二十六節イエスは、これらのことを話してから、天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてください。あなたは、子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために、 子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父よ、今、見前で私に栄光を与えてください。 世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました彼らはあなたのものでしたがあなたは私に与えてくださいました彼らは御言葉を守りました私に与えてくださったものは皆あなたからのものであることを今彼らは知っています なぜなら、私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて、私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからです。彼らのためにお願いします。世のためではなく、私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。 私のものはすべてあなたのもの。あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ。私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。 私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したので、滅びのこの他は誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。しかし今、私は身元に参ります。世にいる間に、これらのことを語るのは、私の喜びが、 彼らのにに満ち溢れるるようになるためです私は彼らに見言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように、彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように、彼らも世に属していないのです。 真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。また彼らのためだけでなく、 彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。 私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうして、あなたが私をお使わしになったこと、また、私を愛しておられたように、彼らをも愛しておられたことを、世が知るようになります。父よ、私に与えてくださった人々を、 私のいるところに共におらせてください。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。正しい父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は皆を彼らに知らせました。 またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。